はい、こんにちは。大人の男子ラボの宮永優斗です。改めまして、10万人ということで、前回ライブやらせていただいたんですけども、ありがとうございました。まあ改めてね、前回ライブした後10万人行くまでに1年3ヶ月ぐらいかかって、どんな感じだったのかなと思って、今までの軌跡をですね見てました。見てたところですね、なんかやっぱり思ったのが、やっぱりね、大人な感じを出したいと、思いまして、そしてですね、まあ1ヶ月2ヶ月前ぐらいですか、僕ヒゲを剃ったんですけども、やっぱりね、ヒゲ欲しいなとか思ったりしたんですよね。ライブの時も皆さんに聞いたんですよ。ヒゲある方がいいですか、ない方がいいですかって言って、圧倒的に、ない方がいいよという意見はいただいたのですが、やはり個人的なファッションとしてヒゲを蓄えたい、ヒゲを蓄えて男の大人になりたいと思いました。まあ僕ヒゲをね生やすまでにどれぐらい時間かかったのかなと、まあ過去の動画をね遡りながら、見たところですね、おそらく1ヶ月半ぐらい我慢しないとヒゲにならないということで、それは結構厳しいなと。なんかこうこの中途半端な状態でね動画撮るのって結構ね嫌なんですよ。これどうしたらいいんだろうなと思っていろいろ考えた結果ですね、これをゲットしました。これをやっていきたいと思います。じゃん、つけひげでございます。まあいろいろね調べたところ、まあ今のねつけひげはなかなか精度が高いと、あんまりバレないんじゃないかみたいなところで、1分で装着、2分で馴染む、渋さ倍増、モテヒゲに簡単変身って書いてあるんで、これねつけたら僕もまたちょっと大人のセクシーさ持っていけるんじゃないかなと、思いまして、2つ買いました。そして2つ合わせてなんと、4000円、高いなこれ。プロピアさんってね昔、あったじゃないですか、ここに髪の毛みたいなのつけて引っ張っても取れませんみたいな、ヘアコンタクトか、ヘアコンタクトをやってるプロピアさんが出してるんで、まあまあいかがなもんかと、いうことで Amazon で買ってみました。食事やシャワーそのまま OK って書いてあるしね、肌に優しく違和感なしと書いてあるんで、早速これをねちょっとつけてみたいと、思います。大丈夫かしら。まずは顎からいってみますか。顎から、こっちね、これをですね顎に貼っていきたいと思います。おお、なんかすごいねこれ。あー、なんかね、まあ、フィルムがね後ろにあるんですよ、透明のフィルムが、まあ、毛穴がドバドバっとで、まあ、ヒゲの量もなんか濃くはないですね。ただなんかちょっとなんかね、僕らが美容師が使ってるマネキンみたいなね、あれ自分も使ってるんですよ。であれを髪の毛触るの慣れてたんですけど、これはねちょっと人毛ではないんで、まあ、美容師的に見るとちょっとなんかこう偽物感はあるかなと思いますが、まあどうなんだ、貼ってみないと分かんないからね。これをどっち向きで貼るんだろう、こっちこっちこっちだよね、こっちですよね、こっちだよね。このお兄さんがこれを貼ってるんですよ。なのでこのお兄さんのごとくここにこの向きで貼っていくと、ちょっと離してるのかな、ここよりちょっと離してるから、それでやってみますか。あ、すごいすごいすごい、これね結構すごいかもしれない。フィルムがねなかなか繊細ですわ。ほらめちゃくちゃ薄いの、ほら結構薄くて繊細じゃない、これもしかしたら馴染むかもしれないな。はい、いきます。ここに真ん中ってるから、はい、おお、ええなんか顔長くなったんだよなんか顔長くなったくないですか。なんかこれやるとめちゃくちゃひろゆきさんに似てるって言われそう、めちゃくちゃひろゆきさんに似てるって言われそう。まあね、僕もともと2ちゃん入足 VIP の住人ですから、それはもう光栄なんですけど、この白シャツの感じとこのヒゲってめちゃくちゃひろゆきさんっぽい。まあね、このねやっぱ
この境目はね、やっぱ限界あるね。やっぱ顔長くなったな顔が長くなったな、この分ね。この分がちょっとなんかあのこういう感じだね、こういう感じ。まあ気を取り直してね、上も貼ってみましょうか。上もでもね、なんかこんぐらいの距離で見たらわりかしいけんじゃないですか。いけるような気もするけどね。はい、ということで、2段やっていきましょう。2段目これですね。上のひげを同じくつけていきます。こちらも2000円の価値がありますので、大事に大事につけていきたいと思います。作りは一緒で、下がめちゃくちゃ綺麗に切り揃ってる感じ、ハサミで一直線に切りましたみたいな感じはちょい気になるけどね。まあこれがあるっていうことは、この上唇に沿わせて貼るのがいいかなと思いますね。ピロピロって剥いで、結構ね、あのこの伸縮性がすごいですね、このプロピアの。どういこうかな、ここかな、やっぱりここだよね。おで口にね、多分沿わせて上余らすぐらいがちょっとイカチクでかっこいいんじゃないかなと思っていますが、これはちょっとなんか長い気がするけど、あここがビロってなったかな。いや、いけるいけるいける、あ、なんかチクチクする、なんかチクチクする。ほんと痛くはないか。よいしょ、おうわ、なんか伸ばしちゃったかも。ん、あれ、こっちの方が長くなっちゃった嘘。まあいっか、まあいっか、まあいいな。はい、うん。で、遠くから見るとどんなもんかと言いますと、ドドンでもな、どうなん、今日なんかこの後会議あるんですよ、大事な。マスクするじゃないですか、今こうやってね。マスクしてさ、ちょっとマスク持ってこよう。おはようございます、宮中です。よろしくお願いいたします。あ、マスク外しちゃって大丈夫ですか？あ、失礼します。夜ね、パーティーとかライブ行く時とかだったらありかもしれないし、なんかちょっと登壇するとか、ミュージシャンとかがね、ちょっと遠くからやるとか、だったらありだと思います。あと YouTube とかでね、撮るときはいいんじゃないかなと、思うんですけども、やっぱりこうちょっと至近距離で見ると、まあこれ、この境目がね、どうしてもちょっと若干気になるなと、いうことで、今回のヘアコンタクトヒゲバージョンということで、ご紹介させていただきました。ちなみにね、ちょっと一個気になったんですけど、これがね、ちょっとどうしてもね、なんかすごいじゃん。なんで、このバリカンで 3mm いったらどうなのかなっていうのを、ちょっとやってみたいと思いますね。いきまーす。お結構すごいかも。ちょっと普通にいくかも。あ、いいじゃん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 。いいよ、いいよ。あ、これやばい、やばい、やばい。3ミリ。あ、3ミリの方がいいじゃないですか。終わり。僕のチャンネルでは大人たちの身だしなみということで、メンズヘア、メンズファッション、スキンケア、メンズメイク、コミュニケーション、いろんな大枠でですね、大人たちの身だしなみにとってめちゃくちゃいい情報をですね、週に 1,2 本、配信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。